妻が鬼嫁の人あるある。あ、もしもし。はい、もしもし。帰ってくる時にキャベツ買ってきて。うん、はい、わかりました。妻からの電話は左手を添えて小声で喋りがち。ゴックゴック。あー、酔った。1時間後。早く帰らないと送られちゃう。飲み会の帰りは妻の機嫌が怖くて家に帰る頃には酔いが覚めている。入れない、絶対怒ってるでしょ。飲み会帰宅後、玄関のチェーンされている。あ、お土産のケーキ買ってきたよ。え、またケーキ？プリンがいいって言ってたのに。そうだったね。仕事帰りに機嫌取るためにデザート買って帰りがち。嫁いないし、ラッパ飲みしようっと。ごくごく。あー、おいしい。お父さん、いけないことしてる。帰ってきたらお母さんに報告しなきゃ。嫁の不在中でも子供に見張られがち。ねえねえ、式部ちゃん、このサラダ何？パセリだけど、なんか文句ある？喧嘩した日の晩御飯は夫が嫌いなものが出てくる。ねえねえ、俺のゲーム機知らない？ああ、それなら昨日売ったよ。夫のものを勝手に断捨離しがち。結婚する前。天使くん。はい、ほんとかわいいな。結婚後。おいおい、天使くん、イエーイ。いつもトイレ流せんだよ、こら。初めは優しい性格だったのに、結婚後徐々に本領発揮してきた鬼嫁。